というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回は世界最小サイズと言っても過言ではない超小型な Windows パソコン、ラークボックスプロのレビューです。価格は2万円で日本の Amazon で購入しました。スペックはこんな感じです。OS は Windows 10 64bit で、メモリは 6GB、 ストレージは 128GB と2万円の PC の割にはなかなか優秀です。 CPU は悪名高きセレロンプロセッサーとなりますが、この J4125 はなぜか普通に性能が良くて、第5世代 Core i7 と同じぐらいの性能を持っています。今回はかなり期待できそうですよね。それでは早速レビュー行ってみましょう。はい、まずはパッケージの中身を見ていきましょう。内容物は本体と説明書類、 AC アダプター、そしてモニターの裏につけるマウンタが付属しています。普通の内容物ですね。強いて言うなら HDMI ケーブルがない点が惜しいぐらいでしょうか。本体のサイズは縦約 61mm、 横約 61mm、 高さ約 43mm とびっくりするぐらい小さいです。普通に手のひらに収まる大きさです。この大きさで本当にパソコンとして機能するのかって不安になるサイズです。一昔前にスティック PC というジャンルが流行りましたが、体感ではあの手のパソコンより小さく感じます。本体の重量はわずか 131g で、小さなスマートフォンより軽いです。 iPhone 12 mini でも 133g ありますからね。めちゃめちゃ軽いです。このように本体は非常に小さくて軽いんですが、インターフェースもしっかりしています。背面には電源コネクタと HDMI 出力端子、 USB 3.0 を2つ搭載しています。サイドにはマイクロ SD スロットとイヤホン接続端子を搭載、正面には電源ボタンがあります。これだけでも超小型 PC には十分すぎるインターフェースですが、ラークボックスプロはこれに加えて増設用の M.2SSD スロットが本体の底面に搭載されています。これマジですごくないですか。交換じゃなくて増設スロットです。さすがに2280タイプはサイズ的に搭載できないんですが、2242タイプのものを取り付けることができます。2万円でこの拡張性はすごすぎるでしょ。ちなみに付属のベサマウントを使ってモニターの裏に取り付けるとこんな感じになります。もう小さすぎてモニターの部品みたいになっていますよね。素人が見たらどこにパソコンがあるのかわからないレベルです。それでは早速起動してみましょう。モニターへの接続は HDMI ケーブルを1本つなぐだけで OK です。あとは電源ケーブルとキーボード、マウスを接続すればすぐにパソコンとして使うことができます。特にね、不具合などが起きることもなくすぐに起動してくれました。セットアップもいつもの Windows 10と同じで、初めから日本語で使用できます。一通りセットアップが終わった状態で起動速度を測ってみましたが、ログイン画面が表示されるまでで約25秒、読み込みが終わって快適に使えるようになるまでが約45秒ほどでした。普通に早くないですか。普段使いできそうなレベルだったのでびっくりしています。初期状態はソフトウェアなどが全く入っていなくて、素の Windows って感じです。スマホにしろパソコンにしろ、バンドルソフトモリモリのパターン結構あるじゃないですか。僕ああいうの本当に嫌いなんで、非常に好感が持てますね。というわけで早速マイクロソフトエッジを起動して軽く YouTube を見たりネットブラウジングしてみたりしたんですが、普通に軽くて快適です。新品2万円でこれはすごいですよ。 Android OS とか Fire TV Stick とかじゃなくて、普通に Windows 10ですからね。なお起動時のメモリ使用率はこんな感じです。 6GB あるので軽く使う分には全然余裕があります。ソフトウェアの複数起動も問題ないでしょう。ではベンチマークを測定してみましょう。今回も僕のチャンネルでおなじみのパスマークパフォーマンステストを回してみました。結果はこんな感じ。スコアは低いです。最新のノートパソコンと比べるとめちゃくちゃ低いのがわかると思います。そして以前レビューした税込み1万8000円のデルノート PC と比較するとようやく戦えるぐらいのスコアになります。 CPU 性能はこちらの方が上ですね。LPDDR4 の 6GB メモリや eMMC のストレージ評価はデルノートとそんなに変わらないかちょっと低いって感じですね。しかし実際に使っているレスポンスの良さは10倍ぐらい違うので、使い勝手の良さはこっちの方がはるかに上です。ゲームスコアもあんまり変わらずかなり低い数値です。搭載されているグラフィックは UHD600 になるので、一昔前の内蔵型グラフィックとなります。
では次にストレージ速度の詳細をクリスタルディスクマークで測ってみます。結果はこんな感じでした。普通の eMMC のスコアって感じですね。激安デルノートと比べるとランダムアクセスがかなり速いので、起動速度やブラウジングのレスポンスが良かったのはここが影響しているかもしれません。一応ゲームベンチマークも軽く測ってみました。結果はこんな感じです。ドラゴンクエスト10のベンチソフトを以前の激安ノートと同じ設定で起動してみました。低画質ですが一応遊べるという評価になりました。スコアはね、比較するとちょっとだけ低いです。さすがにフォートナイトや Apex は遊べませんが、一昔前の軽いゲームならなんとか起動できそうですよね。ちなみにマインクラフトは普通に動きました。レスポンスも良くて問題なく遊べそうです。このぐらいの軽い 3D ゲーム用途ならいけそうな雰囲気ですよね。あとね、動画再生で追加情報ですが、4K 動画の再生が普通にできました。ベンチマークはゴミなのにこの PC なかなかやりますよね。まあタイミングによっては若干カクついたりしたこともあったので、実使用の範囲はフル HD までかなという感じです。テレビにつないでリビング PC なんていう使い方もできそうですよね。でベンチマークや動画再生時に少し気になったこととして、ファンがねそれなりに回ります。超小型 PC ということもあり、大きなヒートシンクやファンを積むことができないので、1台の小型ファンを高速回転させて冷やしている感じになります。無音環境というわけにはいかないので注意です。まあ僕個人の感想としては全然許容範囲の静かな音です。なお発熱による性能低下などは確認できなかったので、しっかりと放熱自体はできているみたいです。本体もね、触っても全然熱くないです。さてここまでラークボックスプロについておおむね肯定的なレビューをしてきたんですが、1点注意点として持ち運びにはあんまり向かないって話もしておこうと思います。まずこのラークボックスプロは本体自体は 131g と非常に軽いんですが、専用の AC アダプタが約 119g と本体とあまり変わらない重さです。どこかに持っていくならこれもセットで持ち歩かないといけないので、結局かさばるし重量も増します。さらにモバイルモニターやキーボードとマウスなども一緒に持ち歩かないといけないので、結局ノートパソコンの方が楽っていう結論になります。あとバッテリーも積んでいないので電源環境必須です。自宅利用以外を考えているユーザーは注意してください。あくまでデスクトップ PC というジャンルで認識するのがいいと思います。あとね、電源アダプタに関してなんですが、接続形式はタイプ C になっているんですが、対応電力が 24W で 12V の 2A のみなんですよね。これなかなかやばい設計で、 PD 充電とかのね規格でもないので、他のタイプ C 端末を接続したら壊れるかもしれません。もちろん本体もこの電源アダプタでしか電力供給できません。そういう点でも持ち運びには向いていないですよね。購入する際はくれぐれも注意してください。はい、以上がね今回買ったラークボックスプロのレビューでした。要点をねまとめるとこんな感じになります。全体的にね満足度は高い PC でした。この極小サイズで高画質の動画再生やブラウジング、オフィスの利用、簡単な 3D ゲーム、ブログの更新など一通りの利用が普通にできます。リビングに置くサブ PC なんかにすればかなり実用的ですよね。もちろん Hulu や Netflix なんかも快適に再生できたので、動画視聴メインでの利用がね特におすすめできると思います。一応万人におすすめできる PC かというと決してそうではないので、ある程度知識のある方とかサブ機としてねいろいろ遊んでみたいと、そんなユーザーにおすすめです。全ての利用用途で快適に使用できるわけではないので、多少の不便もね楽しむ覚悟で検討してみてください。概要欄にねスペックの詳細とリンクも載せておきます。そして最後に余談と告知なんですが、この PC 実はレビューするために買ったわけではなくて、おそらく次回公開になるとある企画動画の主役として活躍する予定です。僕がね YouTube チャンネルで一番やりたかったジャンルの企画とも言えるので、こうご期待ということでお願いいたします。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それでは良き PC ライフを。またお会いしましょう。バイバイ。